けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。来ちゃいました。今年もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。1月のラインスラック初オープンの日といえば、はい、これですね。今日はこれの日。うわーすごい。あ、まだまだいっぱいありますね。これね、明日の分ちょっと並べておきます。はい、はい、うわー、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、はい、毎年恒例のお正月背びれ、はい、背びれ浅草限定カラーですね、これ。去年ですね、はい、このオグペン、はい、釣り子さんも釣りまくったこのオグペンのこのね、ブラッシュボーンとね、クラウンカラーがやったんですけど、それをちょっとあの今度背びれに塗ってみました。ああ、そう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 、 SNS でなかなか出ないんで、うん、はい、今年はこんな感じのカラーですよということ。去年のお休みに入る前にちらっと写真だけ載せていたんです。はい、はい、背びれでこの手のカラーって今までそんなやってないですね。あんまり見、あ、で、そうか。はい。こっち腹折れになってる。腹折れですね。で、お腹にはこのラインスラッカー浅草っていう文字が、はい、うわー、正月吹いてあります。スペシャルカラー、こっちもね、はい、はい、これで、土日と販売して、その次の日ぐらいから、そうですね、余ったやつを通販で、はい、確実なのはでも明日、まあ、ご来店いただけると、はい、一番確実かな。まだこれぐらいはある、はい、はい、はい、もうね、今日の分はもう売れちゃったんで、はい、明日の分をちょっと並べてみましたけど。そして、はい、自分ずっと気になってたんですけど、ね、去年幻のあの1日だけ販売された、あ、そうですね、釣り竿があるじゃないですか。ついにですね、2023年モデルは、はい、なんと12月の26日しか販売されなかった、はい、で27日間休みだったので1日しか販売しなかったんですけど、これあの2024年モデルです、ね、はい、24年モデルです、はい、もディスタンスシューター、ディスタンスシューター、これね、ディスタンスシューターを語るには、はい、このね、マジックシューターっていうこの竿を、まず元祖ラインスラックロッド、はい、マジックシューターがあって、これはもうあの自分があのバスのトップウォーターやるときに使うロッドなんですけど、はい、まあ、6フィートで、カーボンロッドで、はい、ちょっとこうスローにこんぐらい曲がる、少しグラスのこの感じって、はい、ちょっとねグラス入れました、ほんのちょっと入れちゃいました。亀山でビシバシ手びれで釣ってるのがこの竿ってことです、はい、これは本当マジックシューターの名前の通りも本当にあのピンスポットにこうスパスパ入れていくような釣りのロッドで、はい、で去年これあの年末に発売した、1日だけ発売したこのディスタンスシューターは、はい、このマジックシューターをもっとこのなんですかね、ロングキャストしやすいように7フィートの2ピースのロッドになってるんですけど、まあこれもあの結構柔らかい竿で、ルアーの重みをねしっかり乗せて投げるような竿になってるんですけど、広大なフィールドで、うん、今の時期だとトラウトとかもいけちゃうし、はい、う、ね、春までそうですね、トラウトこれやって、はい、その次はまあ、 あの去年もやったんですけど、チヌトップとかもこれやってるんです。チヌトップってそっか、はい、ディスタンスシューターのプロトタイプであのボコボコに、そうなんですよ、結構チヌってやっぱり神経質なんで、はい、ちょっとあの距離取らないと、はい、なかなかトップに出てくるので、はい、これでまあちょっとロングキャストして釣るっていう、ディスタンスを取っての釣り物、そっか、はい、そうですね、チヌトップで活躍して、秋もしかしてあのミノーでやってたのは、そうです、秋ね、これであのブリッジビッグとかを投げて、はい、シーバス釣ってたのがこの竿、結構重めのルアーまで全然いけちゃうんです、ね、はい、うちだと一番こう軽めのこのタイニージャック、はい、これだからトラウトも釣れるし、はい、チヌも釣れるし、はい、で重めだとこの辺ですね、ブリッジビッグ、この辺までいけるんで、結構ねこの使用できるルアーの重さ、はい、結構いろんなルアー使えるんで、これ1本あると、はい、結構遊べるかなっていう竿ですね。実はあの自分去年ちょっとだけ触らせてもらったんですけど、はいはい、自分すごい気になったのはこの先端の方までダブルフットガイドで
組まれて、こういう竿って結構7フィートとかで上の方がこう行くにつれてシングルガイドにして軽さを求めてって感じなんですけど、なんかあの僕ってその釣り行った時に何本もロット持っていかない派なんですよ、はいはい、結構1本で何でもやっちゃう派なんですけど、はいはい、シングルフットで仮にパツンってどっかぶつけた時にポロって抜けちゃう時あるんですよね、はい、よく抜けます、はい、それがすごい嫌で、はい、全てこうダブルにしてで、いろんな釣りにやっぱり対応したいので、はい、まあ心配のないようには作ってますね。絶妙にこれすごい、こんな力強い設定なのにこれ持つとめちゃくちゃ軽いですよね。めちゃめちゃ軽いですこれ。不思議な竿、これは本当に軽い。これがまず出て、はい、出てマグナムシューターももちろんまだあります、うん、あります、はいはい、マグナムシューターですね。もうこれも去年年末2ヶ月10月の半ばから12月までね、はい、これでビッグペンシルで遊びました。その前赤目、赤目もねやっちゃったね。そうやっとね念願のトップで赤目を釣るっていう夢もこのロッドで叶えました、はい、じゃあ今3本揃い踏みなんですか。そうなんです。この3本があると結構このなんだろうね、1年通じていろんな釣りができちゃいます。小倉さんはちなみに結構ハイテクな台湾のリールが全て装備されているという、はい、このこれ投げさせてもらったんですけど本当どれもいいですね、はい、タトゥーラちょっとこういうハイテクリール使っちゃうとちょっとローテクには戻れないんでなんかこれもう今年3本もう発売しますんで、はいはい、1月末にマジックシューターが、そうです、リューレイさんが1月の早かったらまあ20日前ぐらいに、はい、あのマジックシューターちょっと切らしてたんですけど、はい、これが出ます、はい、1月中はじゃあ今はもう1月後半ぐらい来ればこの3つの種類で触って、はい、買えます、はい、チェックできちゃうっていうこと、はい、いやこれも楽しみですね。これもちょっとしばらくあの売り切れちゃってたんで、はい、久々に出すんですけどね、ちょっとだけ味付けを変えてるんですけど、本当ですか、ちょっと前のやつよりちょっとグラスをちょっと混ぜて、へえ、ちょっとねちょっとだけ粘り強くしてます。あのもう動画でいつもラインスラックの動画見ると、はい、これがいかにやばいかっていうのは、そうなんです、もうこれ本当力入れずにスパーンスパーンってこう入るんで、なぜ亀山ダムであんなにトップウォーターだけであんな数のバスが釣れるのかもうねいいとこ入れば釣れますからいいとこ入れば釣れます。そうは言いますけど、はい、なかなかもう投げやすいですから、ね、はい、このありがとうございます。はい、はい、まあ3本とも特徴としましては、まあ使い方を間違わなければ、はい、まあ、一日中キャストしても、はい、朝から夕方までペースを崩さずね、はい、安定したキャストができるんで、うん、まあ、そういうのをコンセプトにして僕は差を作ってるんですけど、はい、とにかくね途中でねやってる途中で疲れちゃうともうキャストも決まらなくなるとやっぱ釣りってつまんなくなるんで、はい、キャストもやりやすいし、うん、アクションもつけやすいし、なんつってもやっぱり魚とのやり取りもやりやすいっていう、ね、うん、3本ともそういう共通のことをね念頭に置いて開発したロッドなんで、ぜひ興味ある方はよろしくお願いします。勉強になります。イエイイエイ。そしてまだまだ終わらないんですけど、終わらないの、はい、はい、終わらないんですけど、はい、最後にですね、はいはい、小倉さんがさっきからあのプラプラ持っているあの棒のあの棒棒はい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 、これ、はい、2024年に向けて、はいはい、オグペンがいよいよまた動き出してるっていう。そうですね、今ねこの前で、ね、はい、この後ろのパーツ、はい、あの初回のやつはちょっと文字とか入ってなかったんですけど、はい、まあ、文字入れて、はい、入ってます。オグペンって入ってます。そうなんですよ、これねチラ見せです。チラ見せです、ね、がっつりオグペンとは見せてないです、はい、ちょっとあの買った人なんか文字入ってねみたいな感じで見えるぐらいの文字が入ってますけど、ちゃんとオリジナルパーツがちゃんとできてきてますんで、これもう去年の分は売り切れちゃいましたけど、はい、また2024年も作っていただけるということで、はい、2024年もちょっとニューカラーを何にしようかなと思って、超楽しみです、はい、ぜひ
去年80アップほとんどこのぐらいでしか釣れなかったからねえ。普通にこさんこれ全部80アップだったもんね今のところまだ。ここからね、はいはいはい、全部ほんとよく釣れた去年はオルペンね。いや大きなばっかり。この浅草のお店に来たらまだその他にもグリッチビッグとか、はい、ネオネオ、あとこれから春先はこのねグリッチジュニアっていうサイズも、ね、はい、ここら辺まだまだ並んでますからね。あとだから今年の春の、はい、トラウトの解禁に向けて、はい、シノコとか、はい、中禅寺湖とか向けて、はい、そういうルアートラウトのルアーを捨てて、はい、でそれからバスルアーやっていこうかなっていう感じですね、はい、また今年もよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。